こんにちは、モーニングのりのてりです。今回は宮戸県文学、ちょうどこの間、まあ、この間ともだいぶ前ですけど、飛騨高山の行った時の宿、それについてレビューしたいと思うんですけども、ちょっと訳あって、長い間、アップできなかったんで、やっと日の目を見ることができそうです。とりあえずその高山の方に行くまでの道中自体もなかなか素敵で、水が綺麗で、まあ、非常にこう空気も綺麗で緑豊かな感じなんですけども、川そのものもやっぱり綺麗なんでね、自然豊かな場所だと思います。ちょっと場所は飛騨高山駅から、歩いて5分ぐらいって書いてあるんですけど、まあ、多分僕らの足だと10分じゃかかんじゃないかな。まあまあそのとこに、ある、シティホテルです。宿の名前はホテルアクティです。繋がろうか。行きまっか。Wi-Fi あるし、Wi-Fi。Wi-Fi 繋ぐの3階やの2階でしたもんな。もう一回繋いでいいやん。どう6階。ほんまや。どうせやろ。行きまっか。303? このなんか床が昔古いな、ちょっとふかふかな感じだと思います。チャララン、じゃじゃん、広、あ、なんかちょっと変わってる、広い、変わってる、うわ広、ここ段差あれへ ん, なんかあ段差ない、変わってる変わってる、広い、お、広い広い。めっちゃ広い。広いな。思ってるより広いな。広い。広いやん。ちょっとここ開けてみるか。おー、普通や。開け方がわからん。開いた開いた。開いた開いた。開いた開いた。おー、なるほどなるほど。マイカーがすごい止まってますね。そこみんな止めたらあかんのにな、みんな止めんな。お風呂場。うわ、広めっちゃ広、めっちゃ広い。何これ、ダンスできるよ、ここで。ダンスできますよ、ダンス。ということで、部屋の広さ。まあ、あっちゃこっちゃ広いんですけど、部屋の広さが特徴のホテルアクティさんです。アクティなんですけど、ちょっと今回、素泊まりで、撮ったので、飯がホテルの中で食えません。っていうか、まあ、多分、素泊まりしかやってないと思うんですけどね。まあ、ちょっと、僕が見た感じに、感じではそんな感じでした。ということで、周囲に、いろいろ、山ほど観光地なんで、飯屋さんがあるので、ちょっと今回は、前から食べたかった、高山ラーメン。まあ、シナそばかな、まあ、醤油ラーメンですね。その醤油の風味が、まあ、鼻を抜ける感じがとても好きで、こっちに来たら絶対食べようと思ってたんで、とりあえず晩飯は高山ラーメン行きたいと思います。ラー油あるで、ラー油カドヤのラー油、やってまいりました、中華そば。この感じ、この感じがいいね、この感じが。もうちょっと濃い方が好きけどな。これはこれで美味しそうや。ライス小おかわり。ライス小。ちゃんと、うん、コーコもついてきます。ひとまず、ごまラー油。え、ラー油かけるの、ラーメンに。もう、こんなに。ちょっと赤く染まった感じ。いただきます。縮れ麺だよな、中華そばもな。念願かなってます。念願かなってます。うまいです。ごちそうさまでした。なかなかラーメンの汁飲み干すって最近ないよな。豚骨やったら無理やねんもし。醤油やからいける。泊まってる方はここですが、駐車場はね、面白いもんね。これエネオス。エネオスに止めさせてくれます。じゃん。
相変わらず黒ぼかして見えへんけど、我が愛車ジープちゃん、まあ、黒けて何にも見えんの、まあ、こんな感じでガソリンスタンドに止めさせてもらいます。今日の宿は基本禁煙室、見取り図こんないから、まあホテルのあれとしてはちょっと狭いけど、狭いというかちっちゃいのかな、だけど一つ一つの部屋はでかい、思ってるよりでかいですよ、これ広いですよ。一応鏡も姿見もあります。クローゼットもオープンだけど、なかなか広いですよ。入りしな見てもらいましたけど、お風呂場もこんな感じ。お風呂場はこれものすごい広いよね。こんな広ってええのっていう。通常ビジネスホテルなんてこんな広くないよね。ほら、シャワーもう本当に簡単に浴びれる。ちょっと間違えたかな、シャワーは当然風呂場で洗おうわな。とりあえず温泉がついてるんですよ、一応6階に。だから入湯税取られます、このホテル。なのであまりこう一つ一つの部屋の風呂は充実したアメニティというか、そんなついてないんですよ。こんな感じでついてないけど、まあ広い。こんな感じよ。トイレは何時だかな、ちょっと広め、ちょっと広めの中サイズ。撮ったのはツインです。ごくごく普通にこうテーブルも置いてあります。テレビはちっちゃめ、 NHK が来てます。冷蔵庫ね、これミニバーじゃないので何も入ってません。なんかちょっとホテルとはあるまじき感じの窓に備え付けのエアコンなんですけど、これがまたよう効きまんねん。寒い寒い言うてますよ、うちママちゃん。でさっきからエアコンの音がうるさいですけど、テーブルもめちゃでかい、広い、わかりますか、こんだけのものが置ける。でいつまでたっても消えへん電気を尻目に、外の景色はこんな感じ。見にくいですけど、あそこにマイカー。先ほど素泊まりと言ったんですけども、朝も当然ついてなくて、まあ、宿からチャリで2分ぐらいのところに喫茶店があるので、まあ、モーニングセットが先ほど焼き飯食うんです。先ほど陣屋でちょっと餅食うたけど、近くのホテル近くのところに喫茶店があったんで、モーニングセット行こうかな。モーニングセット安いやつ。B セットですね、なんかいいやん、美味しそうやん、めっちゃ豪華やな、これ530円安い、うん、コーヒーと食パンとヨーグルトとサラダかな。朝飯に喫茶店に入るのはまあ結構好きな方です。帰ろげ、帰ろう。広い部屋やったな。広かった、めっちゃ広い。広い部屋にバイバイ言うとこはバイビー。以上ホテルアクティでした。特徴は安価なシティホテルの割に部屋もお風呂もとにかく広い。また駐車場がエネオスで、しかも宿泊者は燃料代を結構割引してくれます